フィリップ・リッチーはアメリカ合衆国出身のバスケットボール選手である。ポジションはセンター。身長203センチメートル、体重120キログラム。サンホア・キン・デルタ・カレッジから2000年にオレゴン州立大学に編入学。同年10月、練習中に左膝を痛めて、教師化手術を行うこととなり、シーズン残り試合の出場が絶望となった。2003年に、 NBA のサクラメントキングスと契約したが、解雇された。その後、NBA デベロップメントリーグのハンツビルフライと、スペインのバスケットマンレサ、韓国のフザンマジックウィングズ、フランスのルマン、イスラエルバスケットボールスーパーリーグの色似のリ屋で、プレー、2009年10月、チェコのセス・ニンブルクと契約を結んだ。ニンブルクでは、2009から2010シーズンに、 チーム史上初めて、ユーロカップの第2週の試合で、ベンチスタートながら、24得点、8リバウンド、4アシスト、2スティール、2ブロックショットの活躍で、タークテレコム BK との延長での勝利に貢献し、ユーロカップの週間 MVP に選ばれた。2010年に来日し、トヨタ自動車アルバルクに入団。2011から12シーズンのリーグ制覇に貢献。 プレイオフ MVP に選ばれた。フィールドゴール成功率ランキング1位を2度獲得している。2014年12月5日に自由契約リストに掲載され対談した。ありがとうございます。